どうもこんばんは、オードリーです。トゥース。あ、いいですね、ええ、ロケットスタートですね。それはやっぱり気合入ってますからね。一発目ですから、この度ですね、我々オードリーがひらがな欅のですね、新番組の MC を担当することになりました、皆さんよろしくお願いいたします。おめでとうございます。嬉しい人とね、そうでもない人いると思いますけども、我々が MC でね、今スタジオの上 の、あの副調整室、通称サブという、場所にいるんですけども、なんでこんなところにいるかと申しますとですね、実はひらがなのメンバーはまだ誰が MC なのかを知らないんですよ。そういうことなんですよね。伝えてないんですよね。新番組はあるけども、そう MC が我々ってことは知らない。そうなんですよ、でまあこれから誰だって思いでスタジオに入ってくるんですけども、ちょっとそのメンバーの様子、モニタリングしてみようということなんですよ。あ、いいですね。やっぱ王道ですね、アイドル番組のね、隠し撮りやっぱいいですよ。そうですけど、こういうタイプはあんま見たことないですけどね。そして何も知らないひらがなメンバーに MC は誰だクイズを出題。見事正解できればオードリーの登場となります。ちょっとメンバー入ってくるんでね、観察してみましょう、ね、来たこれ順番とかあんのかな、入ってる、なんかほら、あ、ちょっとどいた、ちょっとどいたね。リーダーだよ、一番最初の子が。あと年長者、一期生から入ってくるんだな。だからやっぱあんじゃないか。あ、みんなちゃんと挨拶してる。まあこの辺は合格。とりあえず合格。偉そうだな、立場。おはようございます。私たち、せーの、ひらがな欅坂46です。こうやってちゃんとスタッフさんにも挨拶されてないな。私たちも精一杯一生懸命頑張りますので、ね、皆さんよろしくお願いします。てかこの子でかいな。ふんさがきがリーダー、すごいね。こんなちゃんとしてんだね。春日、イヤホンしてなくない？イヤホンするんですか？いや、下の声聞こえてる。いやいやいや、想像で。お前は想像。お前が新人じゃねえか。あ、そうか、お前ひらがなオードリーだよ、お前。ひらがなの方のオードリー、結構、ね、この子笑顔じゃん、東村さん。東村くんね、一期生だね。知ってんな、お前。知ってるよ、それは勉強してきたから、私は。胸を押さえてる、緊張してんのかな、これ。何さん、この人。牛尾くんね、牛尾くん。牛尾さん、緊張してんの、お前、知ってんな、お前。いや、まあ後々ね、出てきますけどね、この勉強してきたんだよ、私は。あの日和ちゃん大丈夫な、浜岸くん、なんかあったんじゃない、日和ちゃん。なんかあった、これ。大丈夫か、日和ちゃん。いいね、こうなんかスタンバイ前見れるっていうのはちょっとテンション上がりますな、これ。変態やめろ、お前。だって普段見れないとこだからね。そして MC 不在のまま新番組スタート。その時メンバーの反応はどう思うんだろうね、これ始まったら、ね、そうだね、どういうプランなんだろうね、ねえ、みんな。5秒前、4、3、2。なる、みんな手がこうなるんだね、みんな。どう聞いてるんだろう、拍手したら出てくるみたいな聞いてんのかな、想像してんのかな。何も聞いてないんじゃないの、まあ、怖がっちゃってるよ、もう。もう怖いよね、変な声出してみようか、みたいな、ね。いいや、初回これでいこうよ。出ていかないでさ、2回目に出ようよ、これ。見てられるよ、1回目に。ひらがなケヤキの皆さん、初冠番組おめでとうございます。ありがとうございます。実は私、この番組の MC でございます。MC もいないのに、拍手してましたけど、そんな番組ありませんからね。さあ問題です。一体私は誰でしょう、はい、今日姿勢でいきましょう。はい、はい、どうぞ。澤部さん。澤部さんね、どうでしょうね。はい、天の声さん。あ、そういうのいらないですよ。皆さん、事前に MC になってほしい人のアンケート取りましたよね。その結果まず見てみましょう、こちらです。はい、ということで、1位千鳥、ハリネ、銀シャリ、マツコ・デラックス、三四郎、この中に入ってないってことはないですよね。
うるせえな。ちょっと待てよこれ。ちょっと盛り上がっちゃってからちょっと逆に出づらいぞ。大丈夫か。みたいなこと言うんじゃないのこれ。我々出たら。クセじゃ。いやもうほらもう。ほらもう盛り上がっちゃってるんだから。あんまいいぜ。ここダメだ。あんまいじったらここ膨らましたら。ここでヒントタイム。皆さんから質問を受け付けたいと思います。何か質問ある人いますか。はい、はい、どうぞ。癖が強いですか。癖が強いんじゃん。いやよくないもう。千鳥さんのもう想像になっちゃってるからさ。はいどうぞ。出身どこですか。岡山じゃん。いやいやそろそろ本当のこと言わないと知らんよ。出てってどうもってなるよ。うん、次のヒントをじゃあ下行きます、うん、はい、この番組はソニーミュージックとご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあまだわからないと思うので次のヒントはセット中央の登場口をご注目ください。では照明お願いします。はい、ざわざわしないでください。はい、ざわざわしないでください。これわかるぞ。皆さんわかりますか、このシルエットで。澤部さん。澤部。ああ、頭の形がね、澤部っぽいよね。ああ、シルエットの中の方、あなた澤部さんですか。違うのかな。さあ、シルエットの中の方、ヒントとなるポーズの方お願いします。いや、強いよ、ヒント。はい、どうぞ。どうでしょうね。あいつ一発目のヒント強すぎるよ。止まってくださいシルエットの中の人。さあ正解発表したいと思いますので皆さんお待ちください。この後いよいよオードリーと初対面。メンバーは2人を MC として受け入れるのか。それでは照明お願いします。癖がすごいって。よろしくお願いします。てか全然オードリーの名前出さないな、うん、なあ、うん、見てくださいこれ、うん、もうねどこにも入ってなかったですよ我々。入ってないしさ、うん、マツコさんが MC やってくれるわけないだろ。え一人だけいんのよ。え小坂さん。あら勇気あるねあなた。そうだね。なんでオードリーって書いたの、うん、なんかすごいトークがすごい好き で、うんうん、でなんで書かせていただきました。いやありがたいね。君は一列目の一番こっち座りなさい。そうだ ね、それかもうこの真ん中でもいい。ここの真ん中ここ真ん中でもいいけどね、うん、普通のひいきをします。わかりやすくね。わかりやすくひいきします。日和ちゃん大丈夫だった。なんか思い詰めたような表情してたけど大丈夫。精神状態メンタル大丈夫です。大丈夫。親指が震えてましたけどね。初回だからね。はい、この番組のタイトルがね、うん、先ほど決まったんだって、まだ知らないでしょ、タイトル、はい、どんなタイトルだと思います。欅はかけるひらがなだからね、からね、うん、バカなタイトルですねそれ。他なんかありますか、うん、ひらがなってどう。語呂悪いなそれ、うん、ということでタイトル発表したいと思います、はい、うん、ひらがな推しでございます、ひらがな推し。
ひらがな推しというタイトルでこれからやっていきたいと思いますけども、皆さんどうですか、ひらがな推し。かんばしくない表情するな。嘘でも盛り上がりなさい。イエーイじゃないわ、取ってつけたように明らかにピンとこない感じですよ、全員みたいな。今から考え直すか、みんなで。推しはだから皆さんを推すということですから、人気番組にしていきますよ、本当に。そうでございますよ、頑張りましょう。記念すべき第1回ですね、私